声優江口拓也と言ったら君はどのキャラが好き？キャラメルコップコーン。うわぁ、取れてん。あ、なんだよ、暑苦しいな。離れろよ。だって友達のレイカちゃんに声優の江口拓也知らないやつはつまらないって言われて嫌われちゃったんだよ。俺の名前はトール。で、この鬱陶しいやつがシュンだ。いや、まあそれはそれで面白いけど、じゃあ今から江口拓也を愛すればいいじゃないか。え、でも僕全然知らないよ。普段アニメとかちょこっとしか見ないし。まあしょうがねえな。今から俺が徹底的に説明してやるよ。え、本当に？やったー。最近の声優は歌手活動や表舞台に立つことも多くなり、声の演技力だけでなくルックスやトーク力も注目されるようになってきたよね。そんな今時のイケメン声優といえば江口拓也だな。江口拓也は1987年東京都世田谷区で生まれ、茨城県で育ったんだ。彼は高校2年の時に声優小野坂雅也の深夜ラジオを聞き、声優の仕事に興味を持った。学校の友人には声優なんて絶対無理と夢を笑われたそうだけど、負けず嫌いの江口は余計に声優になりたいと奮起したんだって。うわ、すごいな。僕なんか否定された瞬間にすぐ諦めそう。しかしだな、当時江口の夢を応援してくれる人は周囲には少なかったらしいね。今でこそ人気声優の江口だけど、声優デビューまでには大きな苦労があったんだって。江口の両親は息子が声優になることを大反対し、声優の専門学校に行くなら学費は払わないと厳しかった。ひえ、これで夢諦めちゃうの？いや、彼はこんなことで諦める男ではなかったよ。もちろんお金はなかったけれど、どうしたら学校に行けるかを調べると新聞奨学生という制度を見つけたんだ。江口はその制度を利用して日本工学院専門学校の声優俳優科に通い始める。やっと夢への第一歩を歩み始めたんだね。よかった。ただ新聞奨学生といって新聞配達の仕事をしながら学校に通い、声優を目指すというハードスケジュールの日々を送ることになっちゃったんだよね。僕は絶対無理だね。どやんなよ。その時の生活の厳しさを江口は後のインタビューでこう語っている。単純にお金がなくて学費を稼ぐために新聞配達をしたんです。当時睡眠が一番大事だったんですが、嵐の日でも雪の日でも午前3時半から新聞を配る、そういう生活を続けていると1年半ぐらいで体に異常が現れ血尿が出ました。そこまでして夢中になって追いかけることが自分の中にあるんだなって、その時声優としてやっていけるって思いました。血尿？そこまでして夢を追いかけるなんて、僕も夢を追いかけようかな。無理じゃない？え？江口は生活に苦労しながらも夢を諦めず、2007年に第1回 AT1 オーディションに見事合格。専門学校へ通いながら AT1 プロデュースの養成所へ通い始めた。おお、すげえ。声優デビューの2年目の2009年にはアニメ東のエデンの主要キャスト大杉聡に抜擢される。苦労の末にやっと掴んだ大役だった。2年目で主要キャストはすごっ。2011年から2012年にかけては稲妻イレブン GO 雨宮太陽役、ゴシック九条和也役、犬牧シークレットサービス綿貫万里役、黒子のバスケ小金井真嗣役など多くの存在感のある少年キャラクターを演じていく。2012年には第6回声優アワードにて新人男優賞を受賞。今までの苦労と努力が実った瞬間だね。すごい、嬉しい泣きが止まらないよ。たくさんの魅力的な役を演じていく一方で、江口拓也はそのルックスでも多くの女性ファンの注目を集める。身長187センチ、長い手足に小顔とモデル並みのスタイル、靴のサイズも28センチと大きく、ファッションが趣味の江口は声優界屈指のおしゃれ男子としても知られているよ。ちなみに家族もみんな身長が高いようで、本人曰く高身長は遺伝なんだってさ。あー、羨ましい、モテたい。でも僕のファッションだって負けてないけどね。お前はまずその意味わからんぬいぐるみ捨てろ。やだと。まあそんな変なぬいぐるみの話は置いといて。変なぬいぐるみじゃないもん。もちろんビジュアルだけじゃなくて声優としての実力もお墨付き。 A3 スメラギ天満役、アンサンブルスターズ響き渡る役といった理系キャラから、俺物語ゴーダ武雄役、牧花山薫役といった筋骨隆々の大男まで、幅広い役柄を自在に演じ分ける実力派なんだ。花山薫が一番意外だね。さあ今回も始まるぜ。俺トールによる推し江口拓也の時間だ。今回も推しキャラの大渋滞でとても悩んだよ。もしも君の推しキャラがランキングに入っていなかったら、ぜひコメント欄にて教えてほしいな。待ってました、いつものやつ。トールの推し声優江口拓也編。第5位、リ・ゼロから始める異世界生活ユリウス・ユークリウス。
おお、かっこいい。数ある騎士の中でも最優の騎士とされる優秀な男だ。主人公のスバルとユリウスは出会った当初は険悪な関係だったが、共闘を経てお互いを認め合い悪友関係となっていく。高潔な騎士のユリウスに江口のイケボは見事なハマり役だ。江口さんの声早く聞きたい。第4位、機動戦士ガンダムエイジ、アセム・アスノ。機動戦士ガンダムエイジの物語は第1部の父親フリット、第2部のアセム、そして第3部のキオ、さらに全員が集結する第4部最終章で構成されている。主人公が親子3世代にわたって受け継がれていく壮大なストーリーだ。アセムは声優アワード新人男優賞受賞につながったこともあり、江口拓也の経歴を語る上では欠かせないキャラクターだね。まさかガンダムシリーズの主役まで演じるなんて、江口さんすごすぎる。第3位、虹色デイズ松永智也。別冊マーガレットで連載されていた水野みなみによる少女漫画のアニメ化作品だ。松永智也は高校生主人公の友達4人組の一人で、女の子好きかつシスコン気味なチャラ男。普段の智也のチャラついた演技と気になる女の子マリに対して一途に向き合う演技のギャップには胸キュン間違いなし。なるほどなるほど、ギャップが大切っと。第2位、アイドリッシュセブン六夜凪。北欧の国ノースメイヤ出身の気品漂う金髪碧眼の超美形ハーフアイドルだ。女性には優しく紳士的な性格のまさに理想の王子様。でも実は日本人の母親の影響で日本文化が大好きなアニメオタクというギャップもたまらない。素晴らしいものは何度見ても素晴らしいです。それは知ってるんだな。そして第1位はやっぱり江口拓也といえば、やはり俺の青春ラブコメは間違っている引き谷八幡だね。なんとこのライトノベルがすごいの好きな男性キャラクター部門2014年から2016年で3年連続1位の快挙を成し遂げるほどの人気キャラなんだ。独自のひねくれた思考回路と繊細で温かい優しさの持ち主である主人公の心情を的確に表現した江口の演技はアニメファンから圧倒的な支持を得たんだ。あ、このアニメ知ってる。確かもうすぐ続編が放送するんだよね。そうだね、コロナの影響で延期になっちゃったけど待ちわびているファンはたくさんいるんだ、俺も含めてな。今の人気や活躍の裏に大変な苦労の積み上げがある。そんな声優江口拓也をもっともっと応援したくなったかな。君の好きな江口拓也が演じるキャラクターやエピソードもコメントで教えてね。ああ、江口さんのことすごく好きになっちゃった。よし、今週はずっとアニメ見まくるぞ。あ、トールくん、しばらくは一人で動画頑張って。お前、その変なぬいぐるみ、形変えんぞ。みんな、見てくれてありがとう。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくね。ベル通知ボタンも押しておくと、動画がアップされた時、すぐにわかるから押しといてね。次の動画も、お楽しみに。